ちらドルフィン、建物に隠れているが周りは円盤だらけだ。救援を。こちらラビット、円盤に囲まれています。身動きが取れません。戦闘準備を。仲間の救援に向かう。そりゃ無茶ってもんだ。嘘、聞こえるか。円盤に関する情報がある。こちら戦略情報部、あの円盤は無人機、つまりドローンです。やり方によっては少数でも戦えるはずです。電源を教えてくれ。重要なのはドローンの色です。青いドローンは警備モード、無害な状態だと推測されます。青く輝くドローンに危険はありません。何らかの条件でドローンは赤く変わります。赤いドローンは戦闘モード、目標を追跡破壊する殺戮マシンです。このエリアのドローンは全て警備モードだ。一度に全部を相手にせず少しずつ誘い出し各個に撃破しろ。この方法なら十分に勝機はある。一刻を争う。軍曹、ドルフィンとラビットを救助してくれ。いいぞ軍曹、残りのドローンも破壊しろ。202、民間人、敵の場所が分かる。さえ分かってしまえば戦いようはある。総司令官だ。これより重要な情報を伝える。現在 EDF は敵性勢力との交戦状態にある。我々は先制攻撃を受け多くの基地を失った。それだけではない、敵は大都市に怪物を投下、民間人への無差別攻撃を続けている。今この瞬間も犠牲者は増え続けている。全ての兵士に告げる。我々は戦わねばならない。警備モードから戦闘モードに切り替わる条件を詳細に分析しました。戦闘モードに移行する条件は3つです。1、人間が一定距離まで近づく。2、攻撃を受ける。3、被弾したドローンの周囲にいる機体は攻撃モードに変化。つまり被弾したドローンは周囲に敵の存在を知らせるのです。150ミリ砲、ファイヤー。120ミリ砲、ファイヤー。こちら D202、 民間人、敵の場所が分かるか。ラビット、こうなったら敵を道連れにしております。行くぞ。素晴らしい戦果です。このデータを解析すれば戦いの流れを変えられるかもしれません。お見事、民間人、よくやったな。やったぜ。今度こそ安全な場所へ連れて行ってやる。EDF 君を守るのは